仕事とはいえレジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。仕事に文句言わない。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。それに戦闘より雑用の方が安全。死ぬより死なない方がいいに決まってる。そうですね。A2 の情報といってもどこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉などがダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから、エネルギー反応があった場所に A2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は跡地に集中しています。マップにポイントしておきますね。
それは A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応はないみたいですね。何だろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を。他にも反応があります。行ってみましょう。他にデータチップの反応はありませんね。これで最後のようです。ポット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータ群、他データチップと照合。照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書について。真珠湾降下作戦。僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
アネモネさん、エートゥーさんと何があったんでしょう。語るには時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。